阿蘇市で死者、行方不明者合わせて22人を出した平成24年の九州北部豪雨災害から6年となった平成30年7月12日、阿蘇市で犠牲者の冥福を祈って追悼式が行われました。阿蘇市の追悼式は、庁舎屋上に半旗を掲げて、午前9時から市役所駐車場で佐藤市長をはじめ、遺族や市民、市議会議員、市役所職員らおよそ80人が参列して行われました。そして、阿蘇市内一斉に鳴らされるサイレンに合わせて全員で黙祷を行い、九州北部豪雨災害で亡くなった犠牲者の冥福を祈りました。そして佐藤市長が、市民一人一人の防災意識の高揚を図り、災害に強く安心安全な街づくりの実現に向け、力強く前へ進んでいく決意ですと追悼の言葉を述べました。6年前の7月12日、阿蘇市では未明から午前7時までに 459.5mm の大雨に見舞われました。この豪雨で外輪山の至る所で崖崩れが発生。阿蘇市では死者と行方不明者合わせて22人が犠牲となる大惨事となりました。今年も心配しましたですけど、なんとかこの辺りですね、災害もなくて、まあ、安心してますけど、はい、1回だけ避難しました。そうですね、もう普段今の時期になるといつも6年前を思い出しますけど、同じようなですね、土砂災害とかが、毎年のように起こってますけど、どこで起こるかわからんしですね、まだ阿蘇もいつ起こるかわからんし、日頃やっぱ早めの避難とかですね、また市からの避難の指示とかも放送とかですね、やってもらうとありがたいですね。